12レース3号艇の後藤翔史選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小島は17年の11月周年記念以来ということになりました。今回は主要3節で2連ター率が16%のエンジンなんですが、全県の感じはいかがでしたかそうですね。ちょっと伸び寄りに叩いてみたんですけど、はい、伸びは、 ままあまあの手応えでした特訓の前にまず切れキ,レキを見られてこれはプロペラ先に叩いた方がいいかなと前県タイムが6秒75とこの刃の中でもいいほうが出ていますから伸びには反応があったとそうですね、はいはい、ではここからの調整なんですが今節はちょっと潮回り的にも高いところで走ることが多くなりそうですが、うんまあ、乗りにくさもなかったので、はい、この方向でいきたいなと思ってるんですけど。はい ちょっと今日の気象条件では、ちょっと回転不足だったなって感じですはい気温がこの時期にしては高めの13度ぐらいありましたからシリーズを追ってちょっと下がっていくので、そのあたりも踏まえてそうですねはい、はい、前走地の江戸川は残念ながら輸出は途絶えたんですが、今季に入っては輸出ラッシュで勝率も8点台。はい 調整面ではうまくいってる感じですかねではそうですね狙い通りにいってると思いますでは今節もしっかりと仕上げていっていただきたいと思います、はい、一節間にかける意気込みをお願いしますえ今節もまず優勝戦に乗ることを考えてしっかり調整して精一杯頑張ります